えー、こんにちは。そっか塾の久保です。今回の気になる男シリーズ、111話になりますかね。この111話なんですけども、全く関係ない動画をずっと流しながらね、私のトークを展開するというパターンでいってみようかと思います。まあこれはですね、まあおかえりさんの動画にちょっとね、インスパイアされたものなんですけども、話す内容ってのは思考の転換についてお話してますので、まさにね、 えー、これ見てる方聞いてる方の思考の転換もちょっとこうね考えながらちょっとこう聞いていただければと思いますよろしくお願いしますえっとまずね私は10年前までマージャン店経営したってことは最近私の放送を見てる方聞いてる方はあんまり知らない事実だと思いますただ10年以上私と付き合ってる方っていうのは、うん、本当私がね日々マージャン店に勤務していて まあ、そこでね、何をやってるか分かんないけども、こう、やっていた、生きていたっていうことはね、ご存知だと思います。たまに異業種交流会とか、それから名刺交換のランチ会とかに参加するのがやっとという状況でしたんで、私もなんとかね、店のことを知らせようと思って、いろんなところに顔を出して、事業者さん同士の関わりを持っていたんですけども、まあ、思うようにね、えー、お客さんは集まらなかったんで、その店は閉めることになりました。で、この麻雀店、 経営してるといえば聞こえはいいんですが、やってることっていうのはね、日々マージャンやってるだけなんですよ。まあ、マージャン店のオーナーといえども、お客さんが足りなければ、やっぱこう、宅に入ってね、マージャンすることっていうのは避けられませんから。で、目の前のお客様とマージャンをして、まあ、1000円買ったとかね、2000円負けたみたいな、そんな局地的な勝敗とかお金のやり取りで日々を繰り返していたっていうのが現状です。さあ、考え方を変えるっていうことね、よく言うじゃないですか。 で、この頃私はマージャンのスタイルを変えてみたりとか店舗のイベントを考えたり経営状態の改善のために集客に対する考え方を変えたり、まあ、そんなことにね宿泊していたんですよねその一つとして、まあ、業者間の関わりを持ってでそこでですね私の店が少しでも、まあ、知られることによってお客さんにつながっていけばないいなと思ってたんですよそのぐらいの思考しか持っていませんでしたで、そんな日々をね、過ごしている時に まああるお客さんからお店ん中でこの間テレビで見たんだけどさなんかネットで儲けてフェラーリ買ったりヘリコプターでそばを食べに行ったりしてるやつがいるみたいだぞみたいなこと聞いたんですよネットって何だつまりインターネットですよねインターネットって何なのかなってよく分かんなかったんですけどもとにかくえらいお金が動いてる世界がポーンとできたらしいってことは分かったんですよでなんとも奇想天外な話だなと思ったんですよね だってそのそばを食べに行くのにその行って帰るコストが数万円とか十数万円とかかかるわけでしょヘリコプターのチャーター代金でもそういうことをしてるから取材されるんだろうなっていうこともなんとなく感じたんですよ普通なことをしてもね取材はされないんですけどもその1000円のそばを食べに行くのにヘリコプターをわざわざ出すみたいな行動に対して取材が入ったんでしょうね,、またですね 東京みたいな高層ビルだらけの混雑するところで時速200キロとかで走るフェラーリこれをね法定速度を守って乗っていたりとかま,あまさにね見せるために買ったんじゃないかなみたいな車の所有の仕方。それをなんとなく感じたんですよどちらにしてもねなんだそれはと思ったもんでしたよだからここが私の思考の行き詰まりだったんですよね。ななななんんでそんなことするのかなみたいなね で後になって知ったんですけどもそれがネオ・ヒルズという人たちだったってことだったんですよまあそばにしてもフェラーリにしても私の考えでは全く追いつけない発想でしたねそしてもしかしたらっていうのも同時に思いましたあ考え方を変えなきゃいけないっていうのはこういうことかこのレベルで考え方を変えろってことなんだなっていうふうに感じたんですよつまりは一杯のそばを食べに行くのに近所でいいじゃないかじゃなくって ちょっといい店があるみたいだからこれから出かけるかでも距離があるからヘリコプターで行こうかなみたいな感じで六本木ヒルズのヘリポートからそのお蕎麦屋さんの近くのね、えー、ヘリポートまで行ったみたいな感じだと思うんですよまあお蕎麦屋さんがヘリポートを持ってるってことはないと思いますのでその辺どういう演出だったのかなっていうふうに今では思うんですよねなんかヘリコプターで行ったみたいに思わせるけどもでもなんか違うんじゃないかなって気もしてきましたねまあいずれにしてもそれからなんですよ いいろろと変わってきたのが当時40歳をとっくに過ぎていた私が若者のフィールドであるインターネットの世界に参入してね超アナログのマージャン一色の人生を送っていた私がデザインと価格だけで適当にパソコンを購入してとりあえずパソコン買わないと始まらないと思ったんでパソコンもね中古のクロームブックっていうのを1万2000円で買った超低スペックですよ。そそれれこそ投げ売りされてたようなものを 中古で買ったわけなんですよ。中古ってことは、誰かがいらねえよってって投げたもんですよ。そのパソコンを買って、ヒルズ族の、ネオヒルズ族の塾に入ったんですよ。しかもお金がなかったんで、クレジットカードのキャッシング枠を使いました。で、1枚のキャッシング枠では足りなかったんで、2枚使ったんですよね。合計40万を引き出して、その塾にお金を払って挑戦したってことになります。まあ、これも今までの私の、 人生では考えられなかったことですよねなんか知んないけど今で言ったらオンラインサロンでしょ当時はオンラインサロンって言葉もなかったんですけども塾みたいなものがあってねそこになんか40万払ったみたいなね見ず知らずの方にお金を一方的に払って、まあ、ワクワクして待ってたのがねその当時の気持ちだったと思います当然パソコンの経験もないお金も持ってないコネもないないないなくししかも中高年の私が それまでの私の私常識を無視してまさあ考え方をね放棄したと言ってもいいですねそれまでの自分の考え方を放棄して新しい未知の考え方に飛び込んでいったんですよおそらくここまでやって考え方を変えるっていうレベルになるのかなっていう風な気はしますけどもねそしてすぐにそんなことをやってるもんですから私の経営してた店は潰れました だって店舗を経営してる考え方から店舗を経営しないっていう考え方に変わったわけですからね人を雇って稼ぐっていう考え方から誰一人雇わずに一人で稼ぐっていう考え方に乗り換えたわけですから潰れちゃいますよね長年連れ添った店舗の社員も毎日顔を合わせていた仲の良いお客さんを離れていきました同時にあ人生が変わったと思いました いい方向なのか悪い方向なのかこの時はまだ分かりませんえそしてねサラリーマン時代に聞いたこんな言葉を思い出したんですよでここで皆様にちょっと問いかけたいんですよタカさんに対しても問いかけたいんですよ皆様はどのぐらいのレベルで考え方を変えてビジネスに取り組んでいますかってことですよね 今この動画をご覧になっている方っていうのは少なくとも自分のビジネスを自分の手にしたいと思って何かを始めてると思うんですよねじゃあどのぐらい考え方を変えてますかどのぐらいのレベルで変えてますかそれこそ付き合う人が一人残らず全く変わって勤めている場所を失い住まいすら変えざるを得なくなるほどに考え方を変えてるでしょうか考え方を変えるとね当然ですけども今までと 同じようななな人とは付き合えなくなります考え方が変わったんでで働いてる場所も今の考え方では多分居づらくなるでしょうそれはとってもいいことなんですよだって今働いてる場所収入を得てるところでは不満だから新しい稼ぎ方考え方を手に入れようとしてるわけでしょで場合によってはね住まいすら変えざるを得なくなるんですよ考え方を変えるとずっと住んでたところがなじまなくなってくるんですよね違和感感じるんですよなんでこんなとこ住んでたのかなと これで稼げるわけなないいじゃないかってなるんですよこれからの人生はこれからの場所にいないと始まらないよねっていうふうになるんですよ。ちょっと部屋の模様替えしただけでは全然足りません。はいそこでまとめていきましょう。今までと似たような考え方をしていれば今までと似たような日々を送ることになり今までと似たような人と付き合うことになり今までと似たような給料しか手にできません。これ 異論ありませんかどうでしょうかで話戻りますけどもさっきお話したように以前私は目の前のお客様に麻雀で勝つこととか日々の店舗の経営状態を改善することにシックハックしていたんですよ。でも本当に変えるべきって言ってみれば局地戦に勝つことではなく局地的なことではなくって人生全てを支配するような。 それこそね、0歳から80歳までの、このすべてをひっ,かひっくり返すような、根底からの変化に、自ら、これをね、ことを起こすっていうこと。これが、変えるってことなんじゃないかなと思ってたんですよ。毎日麻雀を打っていた私は今、毎日キーボードを打っています。麻雀の間の字も、もう私の人生にはありません。今後も私の人生にはそれは出てこないでしょう。ね。あれほど毎日、 マージャンありきで過ごしていた私の人生が、マージャンのない人生というものに切り替わりました。えー、特にね、これマージャンって私趣味でやってたわけじゃないんですよ。なりわいとしてやってましたから、それが商売としてやってたんですよ。人生の根幹にあったのがマージャンだったんですよ。でもそれを捨てたところで、人生の根幹は別のものに YouTube に変わっていってね。で、そこで豊かな、まあ、人脈。これ見てる皆さんのことですよ。豊かな人と触れ合い、 新しい考え方の中で新しい収入を得て全てが今までの人生全てをね根幹から覆してしかもいい方向に変わったっていうふうになりましたインターネットビジネスを始めた頃 YouTube を始めた頃私は一人身で家族はいませんでしたけど今家族があります40過ぎてそこから出会った人と家族を作ったわけですよじゃあね40歳になるまでの私の人生は全部帳消しになったじゃないかってことなんですよ当然 莫大な借金もなくなりましたし、余裕のない人生も余裕のある日々に変わりました。今は24時間中24時間自由な時間を私は手に入れました。まあ、そんなねあ、10年間ではありましたけども、一番最初のきっかけはほんの小さなこと。ほんの小さなことからなんですよ。ね、セルフバックを一件やってみたとかね、YouTube で初めて動画をアップロードしてみた。そんなところなんですよ。その小さな一歩が この10年間で積み重なっていくと大きな人生の格変に変革につながったわけですよね。じゃあ小さな、小さな変化を起こすために今回ね、私ではないですけども、この気になる男、気になってる男のタカさんが YouTube のね、体験教室をやってるんですよ。2週間限定でしかも料金3000円。うん、詳しくはね、直接ご連絡いただきたいと思いますけども、きっとですね、 振り返ってみたらあの時にたかさんの講座を受けていてよかったなって思えるような未来にあなたは進むことになると思います。そのために2週間と3千0 2週間って言っても缶詰でやるわけではありませんよ。普段の暮らしを送りながら少しだけ時間を割いて何かを YouTube 活動する。それを2週間やってみたらどうでしょうかってことです。さあ、あとはね、あなたが自分の心に変化を起こせるかどうかです。最初は小さなワンステップかもしれませんけども、 そのステップの先に、はるか未来の大きな山があるわけなんですよね。どうでしょうか今日は自分の中に変化を起こすことができたでしょうかそれとも、なるほどね。まあ、今までと一緒でいいや、そのうちやろうかな。で終わっちゃうでしょうかあとは皆様の選択次第です。それではタカさん、次の112話もよろしくお願いします。